確か今日は君の誕生日だよね。だからお祝いにケーキをと思ったんだけど、迷惑じゃなかった？埠頭から新しいクルーズツアーの船が出るみたいなんだ。島周回半日ツアーって言うんだけど、よかったら一緒にどう？じゃあ決まりだね。ケーキは冷蔵庫に入れておこう。準備ができたら出発しよう。ここからの景色を楽しんで、もう少し空いてきたら4階の甲板に行こう。あそこの方が見晴らしがいいんだ。どうやら今日のガイドは僕に任せてくれるみたいだね。迷子にならないようにしっかりついてくるんだよ。もうすぐよく知っている建物が見えてくるよ。今見えている空の色は青に近い複数の色を混ぜ合わせてできているんだ。それをみんな水色と呼んでる。でももう少し厳密に説明するなら、避けて通れないのがチンダル現象で、寝ちゃったか。ゆっくり休んでね。今日みたいな誕生日を気に入ってくれるかな。僕の隣にいる君を。起きて、もうすぐ着くよ。大丈夫だよ。気持ちよさそうに眠ってたから起こしたくなかったんだ。今日は睡眠補給の旅ってことにしよう。君さえいいなら喜んで。どうやらこの子も今日が君の誕生日だって知ってるみたいだね。まずはろうそくに火をつけようか。誕生日おめでとう。そういえば、君の誕生日を祝うのはこれが初めてだね。でも僕たちはこの先もずっと互いの生活に関わり続けていく。ずっとずっとね。今はそうだな、その予感がより強くなった気がするよ。
忘れるところだった。君への誕生日プレゼントだよ。開けてみて。うん、そうだよ。この中に入ってる雲も世界で一つだけのものだ。僕の大好きな空を君に送りたかったんだ。また一年成長した君が好きなことに打ち込んで、楽しいことでいっぱいの笑顔に満ちた毎日になることを祈ってるよ。もしよかったら机に飾って。疲れた時に眺めれば癒されると思うよ。おめでとう。僕と一緒に過ごしたこの誕生日を気に入ってくれたら嬉しいな。ちょっとキラ。ダメだよ。少しの間おとなしくしてて。画家のお姉さんとお話ししてるんだから。キラに携帯を取られちゃってね。キラがお誕生日おめでとうって。でも実は僕も君に伝えたいことがたくさんあるんだ。この一年、君の隣で過ごすことができて嬉しかったよ。忘れられない思い出がたくさんできたよね。一緒に願い事もたくさんしたっけ。バースデーキャンドル、オーロラ、遊園の願いの木。でも今日は、君の願い事を僕に教えてほしいんだ。僕がそれを全部叶えてあげるから。それと今日はどこかで待ち合わせをしようと思ってたんだけど、君の声を聞いたら考えが変わったよ。ほら、耳を澄ましてごらん。ドアを開けて。迎えに来たよ。お誕生日おめでとう。この先どんなことがあろうとも、君と共に歩んでいきたい。もう永遠に君を離さない。